今から500年以上も昔の1月1日のことです。雪の降り積もった京都郊外のある家で、朝方元気な男の赤ちゃんが生まれました。なんとまあ頭の大きな子じゃ。産むのは大変じゃったろうけど、でもきっとその分賢くなるじゃろ。この頭の大きな子が後にとても偉いお坊さんになりました。それが一休さんです。少し難しい話になりますが、一休さんが生まれた頃の日本は室町時代といって、足利将軍家の支配する時代でした。帝もいたのですが、吉野と京都の南北に一人ずついて争っていました。ですからこの頃のことを南北朝時代とも言います。一休さんのお父さんは五胡松天皇という北朝の帝だと言われています。でもお母さんの方は南朝の人でしたから、宮中で産むことができず、普通の家で一休さんを産んだのです。一休さんの初めの名前は千菊丸と言いましたが、6歳の時に京都の安国寺というお寺に預けられることになりました。お嬢様、どうかこの子をよろしくお願いします。はいはい、確かに今日から秀賢と呼ぶことにしよう。こうして秀賢と名前を変えた一休さんはこのお寺で修行をすることになったのです。一休さんは何人もいる小僧さんのうちでも一番小さかったのですが、みんなと同じように一生懸命働きます。まず雑巾がけです。みんなは一生懸命雑巾がけをしますが、困ったことに水桶が一つしかありませんので、汚れた雑巾をすすぐのが大変です。私が先だ。いや、私だ。小さな桶でみんなが同時に雑巾をすすぐのが無理です。一休さんが言いました。なんだと。なんだお前、新入りのくせに。一番上の小僧さんがムッとしたように言いました。誰か一人が雑巾をすすいで絞ればいいと思います。うん、なるほどな。でも一人だけ毎日冷たい水に手を入れるんじゃ不公平じゃないか。だったら毎日交代でやりましょう。ということで、その日から毎朝の騒ぎがピタリと止むようになりました。このことを知った和尚さんはすっかり感心してしまいました。ある日のことです。すまないが、本堂の灯明を消し忘れたので消してきてくれないか。一休さんはふっと息を吹きかけて灯明を消します。ほら、仏様に息を吹きかけてはいけません。手を使って消すのじゃ。はい、和尚様、申し訳ありませんでした。さて次の朝、和尚さんと小僧さんたちが朝のお勤めをしていると、どういうわけか一休さんだけが後ろを向いてお経を読んでいます。俺一休、仏様に背中を向けて失礼ではないか。でも和尚様は昨日、仏様に息を吹きかけてはいけないとおっしゃいました。ですから私はこうして後ろを向いて、仏様に息がかからないようにお経を読んでいるのです。ところで、和尚さんは碁を打つのが大好きで、よく織物屋を招いては碁を打ちます。二人が碁を打ち始めると限りがありません。夜中の12時を過ぎてもやめないので、小僧さんたちは眠るわけにもいかず困ってしまいます。そこで、なんとかあの織物屋が来ないようにする方法はないものかな。ありますよ。確かあの織物屋はいつも革のちゃんちゃんこを着てくるでしょう。着てくる着てくる。ここはお寺ですから、獣の皮は入れないことにしたらどうでしょう。それはいいや。さて次の日、織物屋が門を入ろうとすると、立て札が立っています。なになに、獣の皮はこの寺入るべからず、もし入れば罰が当たるか。なに。織物屋は平気な顔で入っていきました。山門の入り口の立て札見ませんでしたか。はい、見ましたよ。でもこのお寺には私のちゃんちゃん子以外にも獣の皮があるでしょう。ほら、太鼓ですよ。あれも獣の皮ですな。あ、そうか。小僧さんたちは思わず顔を見合わせます。そうですよ。だから毎日バチが当たっているのです。そのちゃんちゃん子にもバチを当ててあげましょう。一休さんはバチで織物屋の背中を叩き始めました。わかったわかった、こうさん。織物屋は悔しくてたまりません。
そこであることを思いつき、和尚さんに手紙を書きました。織物屋がご馳走したいと言ってきたぞ。早速出かけるか。和尚さんと一休さんが織物屋の家に着くと、門の前に橋がかかっています。この頃の大きな商人の家は大抵こういう風になっていたのです。何何、この橋を渡るべからずじゃと。さて困ったの。この橋を渡らないと織物屋の家には入れんな。和尚さん大丈夫です、渡りましょう。一休さんはそう言うと、平気な顔でどんどん橋を渡り家に入っていきます。さあ一休さんを懲らしめてやろうと織物屋が待っています。一休さん、あの立て札見なかったのかね。子供にも読めるようにひらがなで書いておいたはずだが。はい、見ましたよ。では何と書いてありましたかな。この橋渡るべからずと。ではどうしてここまで来たのです。ですから和尚さんも私も立て札に書いてある通りに来ました。待て、どうやって。はい、立て札には橋を渡るべからずと書いてありましたので、多分橋の方は危ないのだろうと思い真ん中を通ってきました。参った、一休さんにはかないませんな。さて小僧さんたちは修行の身ですから、あまり甘いものは食べさせてもらえませんでした。ところが和尚さんの方は水飴の入った亀を持ってきて、一人でこっそりと舐めては楽しんでいたのです。ある日一休さんはそれを見てしまいました。和尚様、何を舐めていらっしゃるのですか。私にもそれを舐めさせてください。とんでもない、これは薬じゃ。だが子供が舐めると毒になって死んでしまうのじゃ。でも一休さんはそれが水飴であることをちゃんと知っていたのです。ある日和尚さんが外出をすると、さあみんなこれを舐めてごらん。亀の中身をみんなに舐めさせます。うわおいしいな、こんなに甘い水飴初めてだ。みんなは大喜びです。夢中で舐めているうちに亀の中は空っぽになってしまいました。大変だ、これは和尚さんが大切にしていた水飴だもの。きっとこっぴどく叱られるぞ。どうしよう。大丈夫、任しといて。一休さんは和尚さんが大事にしているすずりを庭の石にぶつけて壊してしまいました。うわ、なんてこと。小僧さんたちはすっかり青くなってしまいました。いいか、私たちはみんなで死のうとしているんだ。どうして。和尚さんの大事なすずりを割ってしまったからさ。いいね。さあやがてお嬢さんが帰ってきました。見ると水飴の亀を前にしてみんながぼんやりとしています。一体これはどうしたことだ、正直に言いなさい。お嬢様ごめんなさい、実は誤ってお嬢様の大切な硯を割ってしまったのです。そこでみんなで神殿を阿弥をしようということになり、この水飴を舐めました。でもなかなか死ねません。どうしたことなのでしょう。むむ、あ、なんと。このようなことが世の中に広まって、一休さんの名前が広く知られるようになりました。この噂を聞いた前の将軍足利義満という人が、一度一休さんに会いたいと言ってきました。足利義満というのは、有名な金閣寺を建てた人です。さて、和尚さんに連れられて一休さんが金閣寺にやってきました。よく来た、私が義満じゃ。ところで一休殿はいくつになられた。はい、8歳にござります。うん、噂によるとそちは大層な知恵者じゃそうじゃが、私にその知恵を貸してくれんか。はい、どのようなことでしょうか。虎じゃ。虎？そこの虎が夜な夜な抜け出して屋敷中をうろつき回るので困っておる。どうじゃ、縛ってもらえぬかの。ただし虎だけじゃ、ついたてごとではないぞ。義満はそう言うとニヤニヤ笑いながら念を押しました。わかりました、すぐに縛って差し上げます。平気な顔で立ち上がった一休さんはこう言います。丈夫な縄と紐、それに鉢巻きを貸してください。
家来は変な顔をしながらも言われたものを用意しました。用意ができました。ではその虎を縛りますのでここへ追い出してください。なんと絵に描いた虎を追い出せというのか。無理な注文じゃ。追い出せぬ虎は縛れませぬ。あっぱれ、聞き師に勝る知恵者じゃ。義満は一休さんにたくさんのご褒美をくれました。一休さんはその後も勉強を続け立派なお坊さんになりましたが、頭が良すぎるせいかちょっと変わった人だと思われていました。おめでたい元旦にドクロを杖の先につけて京都の町中を歩いたり、他にもいろいろな話が残っています。そして偉いお坊さんになった後も、偉いお坊さんの着る紫色の衣を着ないで小僧さんの時と同じような墨染めの衣で通したということです。